この試合は前チャンピオンのペラージー・イチがタイトルを返上したということで、現在9位になっているミドル級の王座を1位2位で争うタイトル決定戦です。赤コーナー、日本ミドル級1位、160パンド、米倉所属、小泉直隆、6戦6勝5 KO、 KO 率は8割3分を誇ります、小泉直隆です。青コーナー、日本ミドル級2位、158パンド4分の3、金子所属、ケビン・パーマー。こちらは9戦して8勝 6KO 1分け、 KO 率は7割5分です。ケビン・パーマー。クラッチ阿部和夫、同じく金田徳明、レフリー伊達秀夫。話にもありましたが、一発のパンチで決まる可能性も高いという目の離せない一戦。タイトル決定戦の場合はドローになると再戦ということなんですが、判定までは行きそうにありません。王座決定戦にふさわしい好ファイトを期待する。さあ、目の離せない一戦、日本ミドル級のタイトル決定戦。赤コーナー穂積直隆、そして青コーナーがケビン・パーマー。今試合が始まりました。さあ、お互いにリズムのある動きで立ち上がり、右を持っていきましたが空振りになりました穂積。今日の試合、穂積は見ていて面白い試合にしたいという話をしています。ボディです、右のボディを打っていきます穂積。パーマーは右のフックを持っていきました。そしてヘッドストレート、ね、はい、パーマーのその右ですね、特にその打ち下ろすようなパンチは警戒しなきゃいけないですね、パーマーは今日の試合どんな試合になるかわからないけども、相手が出てくれば打ち合うし、相手が逃げれば俺の勝ちですという話をしておりました。どんな展開になるのか、右を持っていきました。まあ、もう早くも軽量級並みの打ち合いになってますね。そうですね、非常にお互いに動きがいいですね。重量級とは、ね、はい、思えないような、お互い考え鋭いですね、また右を軽く当てましたケビン・パーマー。穂積はちょっと狙いすぎですね、先ほどもああいうところが見られましたが、まあ、あまりその勝ちをね、特にその倒そうとする意識が強すぎると、どうしてもその気ばっかり焦って空振りが多くなりますから、もう少しその楽な気持ちでやはりその試合やらなきゃいけないですね、試合の駆け引きの方がそのパワーの方が上だと思いますからね、まあ年も上ですし、まあ、日本での戦績はまだ9戦しかしていないんですが、アマチュアの経験もありますし、アメリカの方でもね少しやっていたというケビン・パーマー。いいアッパーですね、左から右のアッパーを持っていきました、パーマー。穂積は下のパンチは当たるんですが、上がなかなか当たりません。左フック、穂積飛び込むように持っていきます。一発一発狙いすぎてますよね、そうですか。そこうまくですね、パーマーの方が上下にその打ちを開けてですね、穂積の出花をですね捉えてますよね、おっと、パーマーが右を持っていきます。穂積は右を打ち返しました。大橋さん、どうですか、穂積、ちょっと動きが硬くて、そこをペースうまく捉えちゃってますね。やっぱり動き硬いですか、本人、いつもはね、大口叩いたり、軽口叩いたり、リラックスしているんですが、試合前になると、一気に緊張が来てしまうんだという話をしておりましたが、そうですね、大胆な発言と違って、ちょっと繊細なところありますんでね。さあ、また右を伸ばしていきました、パーマー。穂積は左を入れようというところ、パーマーも左を入れてきました、アッパーを見せます、穂積。左から右、しかしパーマーも打ち返す、うまく外してて、はい、打ち返しますから。第1ラウンド終了しました。放送席、お二人の採点10対9と青コーナーのパーマーが取りました。赤コーナーの穂積直隆、今回の課題は考えすぎず伸び伸びとやりたいと
という話をしておりましたが、第1ラウンドはちょっとまだ硬さが見られました。穂積この辺りから溶けてくるんでしょうか。これから第2ラウンドです。ゆっくりと椅子を立ち上がりました。赤コーナーの穂積直孝、現在日本ミドル級の1位、そして黒いトランクス、アメリカのケビン・パーマー、ちょっとお互いにバッティングの注意ですね。まあ、本来のね、はい、穂積だとそのうまくですね、ベースの空振りしても、はい、いやその左右アッパーその後でね、はい、うまくその打つボクシングですけども、まあ、今日のそのボクシング見てますと、どうしてもその上にだけそのこたわってますからね、もう少しその逆にその上下に打ち上げないといけないですね、はい、それでないとどうしてもそのパーマーに読まれちゃいますから、ドミキの面ですね、こうやって見てますとパーマーのこうディフェンスは非常にいいですね。まあ、いいですね。しっかりとまた相手をよく見てますよね、はい、それとちょっといつものホズミよりちょっとスピードがないですね。そうですか、まあ、この重量級では傑出したスピードを持っているというホズミですが、このスピードがないのはやはり硬さということですかね、大橋さんね。そうだと思いますね。まあ、それとやはりその初めて経験する、ね、はい、タイトルということでかなりの そのプレッシャーかかってるじゃないですか、あと初めての黒人選手ですからね。そうですね、フィリピンの選手とは、ね、何回か試合をしたことがあるんですが、アメリカのしかもこの黒人の選手とやるのは初めてです。あのパーマの左ですね、はい、あのその前ですけども、まあ、2発3発を強く打ってますから、ガクッ と, ガクッとその来た部分もありますからね、穂積としては。ですからその右手もう少しその顔の前に置いとかないとですね、ダメージを受けると思いますよ。大熊さん、はい、赤コーナー穂積サイドですが、米倉会長によりますと、はい、硬さはないということですね。そうですか。そしてセコンド陣から飛んでる声はもう圧倒的に左を出せ、左左と、これが多いようです。あ、なるほど。まあ、その左もその左ストレートね、はい、ジャブじゃなくてその左ストレートを出さなきゃいけないですね、相手の出鼻にですね、やっぱりね、はい、パーマの、お、あと左から右です。パーマちょっと効いてますね。穂積、実は左をちょっと負傷してるんですよね、大橋さんね。大熊さん、はい、一方の青コーナーなんですが、金子トレーナーは穂積の動きが非常に緊張からが硬いと、でパーマーに関してはリラックスしているから、うん、大きなパンチだけ気をつけろという指示を飛ばしたそうです。あ、なるほどね、はい、ここまではどうもパーマーペースで試合が進んでいます。もうこういうパーマー選手にこのペース取られると、あの怖いですからね。もうというのは調子乗っちゃいますからね。あ、そうですか、やっぱり乗りますから。なんとか流れを自分の方に引き戻したい穂積です。アッパーを見せました。しかしこれもかすっただけ。まあ、接近戦なんかでもそのパーマーはですね、うまくその頭をですね相手につけてですね、うまく打って逆に相手にその反撃を与えないようなその攻撃ですね、頭のまた持っていく方、非常にその、まあ、ずる賢いっていうようなね、はい、この辺りもそうですよね、頭をくっつけてくっつけて、穂積はなかなかパンチを出せません。第2ラウンド終了しました。放送席またまたお二人とも10対9と青コーナーパーマーが取っています。さあ第2ラウンドの攻防です。この辺りパーマーのパンチ入ってますね。入ってますよね。うまくですね、頭と体をですね相手に寄せてですね、その穂積にそのパンチを出させないようなね、非常にそのうまいね、頭脳的なそのボクシングですよね、見てますと。大橋さん、この辺りからこの穂積が流れを変えていくにはどうしたらいいですかね。そうですね、やはりあの左じゃないですかね。左、まず左をうまく当てていくことですね。あと穂積はアマチュアプロと、まあ、負けたことがないんでね、はい、まあ、このままずるずるいくことはないと思うんでね、まあ、これからの攻撃に期待したいと思います、はい。穂積はインターハイライトヘビー級で2連覇を果たしております。アマチュアで高校ナンバーワンになりました。アマチュアでは17戦17勝、そしてプロになってからは6戦6勝という成績を残しています。ここまで負けたことがありません。さあパーマーのアッパーを受けた後、穂積が打ち返す。右です、パーマーの右、そしてボディアッパー左、穂積も左を打ち返した。まあよく穂積もね、このラウンド打ち返したんですけども、まだそのパーマーの方がですね、打ち勝ってますよね。打ち勝ってました、はい。さあ穂積アッパーを見せますが、この辺りは的確に当たっていません。グローブの上から当たっている感じです。まあ、パーマはよく穂積のことを見てますね。あ、そうですか。冷静に見てますね。左です、そしてアッパー。穂積もパンチを出しますがなかなか当たりません。まあ、あのミニアッパーっていうのは穂積が得意なパンチなんですけど、まあ、逆にうまく打たれてますよね今。
よくそのタイソンがね、右アッパーをボディに打っていわゆるその顔面に返すね、ダブルチ、似てますよね。なるほど。本人はあのホリフィールドが一番好きだという話をしておりましたからね。ああそうですか。ホズミ左大振りです。まあ今日ね見てます、ね、今のところですけどそのホズミのですね、でその気持ちが戻ってるわけですよ。両手がどうしてもそのいわゆる相手をよく見て定めたそのパンチをきちっとした打ち方ができないわけですよね。まあ、お互いにタイトルマッチは初めてなんですが、穂積は現在20歳、そして一方のパーマーはもうすでに30歳という年齢です。このあたりの気持ちの持っていき方も違うのかもしれませんがね。まあ、違いますね、見てますですね。さあパーマーの今ジャッパー、さあアッパーも狙い打ちをしてくるような感じ。右ストレートを持っていった、また右、さあ穂積は返すが当たりません、また右です。パーマーの右が当たっている、そしてアッパー、ホズミも返します。さあホズミはなんとか反撃を試みたいところですが、またボディから右を持っていきました。パーマーまたボディです、左のボディを持っていきます。パーマー、はい、試合見てますとですね、いやそのパーマーの方がですね、気持ちが充実して、何が何でもそのタイトル取るんだってその意気込みですね、いや去っていきますよねこちらに。やっぱりもう天性のリズムを生かしてますよねパーマーは。あーそうですか、やっぱり日本人とは違うリズムですか。違いますね。ああ違いますか。左が伸びますよねすごい。まあそれほどですね、そのパンチ力だとかスピードっていうものはね、ないんですけどもね、さあ放送席の回転、第3ラウンドはまたまた10対9と、こちら青コーナーのパーマーが取りました。とか自分の流れに持っていきたい米倉ジムの穂積直隆、日本ミドル級1位、そしてこちらが2位のケビン・パーマー、日本ミドル級のタイトル決定戦第3ラウンドまではケビン・パーマーのペースで試合が進んでいます。第4ラウンドが始まりました。さあまた最初にパンチを入れるのはパーマー。パーマーはアメリカのニューヨークの出身、ボーやタイソンを生んだスラムの出身ということなんですが、20歳から軍に入りました。その前にアマチュアで少しボクシングを経験しています。そして軍に入ってからボクシングをずっとやりたいと思っていたんですけども機会がなくて、たまたま親善試合で金子ジムのマネージャーと会って、その時から金子ジムに通うようになりました。それが3年前でした。ホズミは作戦変えてボディー打ち出してきましたね、はい、そうですか、これはセコンドの指示だと思います、はい。まあ、ボディからね、まあ、あの右アッパーの右アッパーで打ってますから、はい、まあ、これでいいと思うんですよね、やっぱりボディから打つとアッパーも入りやすいんですか。入りやすいですね、やっぱ周囲が下に行っちゃいますからね、なるほど、どんどんボディ攻めた方がいいですね。どうしてもその今までその上ばっかり狙ってて、ことごとくその上は外されてますからね、はい。しかしパーマーの左手が強烈に断面を捉えました。さあちょっとホズミの手が止まった、ボディを打っていきますパーマー、またボディから顔面、まあ、この辺の打ち合いね、正確にはですねやっぱりそのパーマの方がですねいい打ち方してますよね、はい。今バッティングですね、はい、パーマの方に先ほども注意がありましたし、今米倉会長も映っておりますが、うまくその頭をですね、はい、左から右から左を持っていきますパーマー、相手のパンチをしっかり避けて、そして左から右、そして左のボディ、大久保さん、はい、赤コーナーですが、はい、川島トレーナーによりますと、穂積は相手はパンチはないと話しているそうで、ダメージはないということです、はいはい。ただパンチなくてもこの数多く打たれますとね、ダメージ重なりますからね、じわ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 効いてきますからね、打たれるとスタミナもなくなっちゃうんですよね。穂積はちょっとスタミナが心配ですから。そうですね、もともとある方ではないですからね、もう今もちょっと口で息してますからね、この辺のペース変えないとずるずるいっちゃう可能性ありますね、はい。さあボディを打ちますパーマー、やはりちょっとまだ大振りも目指します穂積、アッパーから右へ持っていきます、そして右のボディパーマー、パーマーマー左右、この辺りを外れてまた左、それほど威力はないということなんですが、かなりパンチをもらっています穂積。まあ、ラウンドの前半ですね、まあ、あの多少その立ち直ったかなと思ったんですね、はい、アッパーアッパー打ってるですね、はい、パーマーの右アッパーが入っています、アッパー、ホズミのアッパー、
あれをどんどん打ちたいですね。第4ラウンド残り時間がありません。あーっとこれは絡みだった。しかし左から右パンチが伸びてきます。パーマーのパンチ。第4ラウンドが終了しました。このラウンドもお二人とも10対9青コーナーのパーマーが取っています。第4ラウンドのパーマーの攻めです。いくつかは避けてるんですがいくつかは入っています。この辺りのフック。さあ試合が中盤になりました。第5ラウンドです。まあ、この辺でね、ホズミも試合の流れをね、変えたいわけですね。入りはその左ですね、左ですけども、いわゆるもう一つその足とですね、いわゆる左だけども、その足がついて、体がついていかない、その分やはりその手数でないところをうまくですね、パーマーにその打たれてますから、まあ、できることならもう少しその左使って、その左アッパー、左フックを有効に使い、なおかつ得意のその右アッパーですね、を打てばその自分のボクシングだと思いますけども。逆にですね、いわゆるそのパーマーとしてはですね、いわゆるそのホズミの攻撃を完全にその読んでますよね。右アッパーなんか一発食っても2発は必ずその避けてますから。さあホズミは左のボディから攻撃をつなげようとしますがアッパーは当たりません。パーマーが細かいパンチ、アッパー右アッパー。まあ、ホズミは練習中に左手首を骨折しましてしばらくトレーニングを休んでいたこともあります。まあ、本人は骨は大丈夫なんだけどもまだ筋が痛いかなという話をしておりました。そうですね、まあ、影響出てますね。左が全然出てないですね。そうですね、いつもホテルでしたらね、もう少しその左を使うことと、ただですね、まあ、あの今日のですねパーマに行ってますと、出来が良すぎますよね。そうですか。まあ、過去何試合か見てるんですけども、まあ、非常にその打った後そのクリンチなどしてですね、いわゆるもう一歩かなと思ったんですけど今日は違いますね。もう完全にその気合が違いますよ。何が何でもそのタイトルを取っていうね、このボクシングですよね。来ました。左です。左すぐですね。こめかみに当たりましたね。ちょっと来ました。一発で流れが変わるのか。ホズミ左のフックがこめかみの当たりを捉えました。ダウンを奪いました。ホズミさあこのラウンドいかホズミ。いや聞いてますね。はい、いや本当重量級のパンチはすごいですね。そうですね、一発で本当に流れが変わりました。さあパーマーも手を出します。ホズミもなんとか勝負をかけたい。この第5ラウンドもっとホズミ冷静にならないとダメですね。まあ、もう少し落ち着いてですね、まあ、多少手は痛いと思いますけども、あの左ストレートの弾を当てたんですから、もう少しその左ですね、まあ、ここでその声を頼り大にしてですね、まあ、言いたいですよ、はい、左手を左手をって、さあこのパンチ、これが本来のホズミです、左を生かすは右を生きてくるんですよ。あやっぱ右やっぱ聞いてます聞いてます、はい、第5ラウンドまもなく30秒を切ります。このラウンドここまで劣勢だったホズミがダウンを奪いました。あ聞いてますね。聞いてますね。必ず足つけますよ。これチャンスです。行かなきゃダメですね。左引く、左引く、狙いすぎか、思い切りできましたが、空振りになりました。ちょっとホズミもちょっと疲れてますからね、まあ、こうやっても我慢していかなきゃダメですね、ここでいけるかいけないか日本チャンピオンがかかっています。ちょっとホズミの打ち疲れましたか。まあ、パーマーまだねかなり足に来てるんですけど、もう一つの大足ですね、なかったですね。今第5ラウンドはホズミがダウンを奪ってもちろん10対8とポイントを取りました。第5ラウンドダウンを奪いました。本当に一瞬のこの左フック、相手がこう下がろうというところですかね。そうですね、下がるというところですね。あの左フックですね。あの左フックですか、もう右は空振りしてますから。あ、その前の左フックですから。さあホズミここから流れを変えて自分の方に持ってくることができるんでしょうか。ちょっと左の目の上のあたりが腫れているのが気になりますが、まあ、パーマーですけど、まだそのかなり足に来てますよ。来てますか、まだ来てますか、まあ、ここでねホズミが冷静に、まあ、自分のそのボクシングできるかということですよね。力んでその右狙っちゃ倒せないですよ。まあ、第5ラウンドはダウンを取った後ちょっとね力んだ感じが、パーマーの右です。パーマーの右、顎を捉えた。あったー。いやもうホズミ打っちゃうべきですね。ちょっと今度はホズミが効いています。まあ、効いてますけども、もう倒そう倒されるはもう紙一重だと思いますね、見てますと。まだホズミにチャンスあります、そのためには左です。一発で決まってしまうこの重量級のタイトルマッチ。いやでも本当スリルある試合ですね。そうですね、
おっとボディを打ったところ左が伸びてきます。これもジャブというよりストレートという感じで伸びてきますね。ジャブストレートですね。はい、もう少しそのガードを引っかけないとあの左食いますから、はい、本人としてはガードをしっかりして攻めていきたい。しかし前に出ていくのは穂積です。穂積が相手を追ってきます。軽く左を当てますケビン・パーマー。まあ、パーマーとしてはですね、小泉のその左フックでダウンしたということで、はい、それほどその深酔いしなくなったですね。前半よりですね、まあ、うまくその距離を取ってですね、はい、あの左ですね、左からそのチャンスつかめればその打っていくというボクシングですね、はい、ということは穂積にもつける隙が大いにできてきたということでいいんですか。いえいえ、逆に穂積としてはですね、まあ、あれだけやりにくくなったんですね、あの左使いとですね、まあ、逆にそのカウンターでもね、これ打てればまた別ですけど、あの左ジャブに右クロスとね、合わせれば面白いんですけどね、それ狙ってもらいたいですね。はい、本当にこれですね今、はい、まあ、まだですね、まあ、あの穂積よりパーマーの方がそのスピードはありますよね。あ、そうですか。大熊さん、はい、青コーナーですが、パーマー本人にはとにかく相手の動きがよく見えているから、はい、お前のペース、あとは集中力、気を抜くだと言ったそうです。はい、あ、そうですか。今のはちょっとフェイント気味にパンチを持っていきました。パーマー残り30秒になりました。第6ラウンド、まあ、ホジミはかなりね、疲れてると思いますね。右、はい、は当たりません。パーマーのパンチをもらいます。穂積、おっと右ストレートが伸びてきました。軽いフットワークのケビン・パーマー。第6ラウンド残り時間がなくなってきました。アッパーから左です。パーマー第6ラウンドが終了しました。このラウンドは放送席お二人とも10対9と青コーナーのケビン・パーマーです。30歳のケビン・パーマー、家族は奥さんと娘さん、そしてこの9月には2人目の子供も生まれるということで、何としてもチャンピオンになりたいんだという話をしておりました。第6ラウンドの攻防をご覧いただいています。今日はアメリカ軍のテレビ局もこの試合を取材に来ております。全世界のアメリカ軍の基地でこの試合の模様が放送されることにもなっています。そういった意味でもパーマーなんとかいいところを見せたい、そんな気持ちがあると思います。試合は終盤に入ってきました。第7ラウンド、さあ穂積としては5ラウンドにダウンを奪いました。なんとか流れを掴んでいきたいところなんですが、大熊さん、赤、はい、コーナーですが、川島トレーナーによりますと、左目やっぱりちょっと腫れてるなということなんですね。そうですね、先ほどのラウンドよりまた腫れたような感じですね。そして米倉会長からはここからが勝負だという激が飛んでいます。はい、まだ見えてますよね。あったーパンチが入った、カウンターに入った、こっちに食らってきました。まあそこでね、まあ、あの初めにもいやそれ右だけ打ってますから、はい、右へのパンチはもう完全に読まれてるわけですよ。かなりその警戒していますから、まあ、手を痛めてるんですけどね、まあ、左、まあ、ローブローに入りましたね。ちょっとね、ただレフェリーは続行しろということです。ローブローじゃなくてボディ効いてるんじゃないですかね。ボディ効いたような感じもありましたかね。効いてますね。重いクラス、一発で試合が決まることがあります。どうも流れは最初から青コーナーのケビン・パーマーですが、第5ラウンドには穂積がダウンを奪いました。左のフックでダウンを奪いました。まあ、まだまだね、分からないですよね、はい、本当に目離せられないですよね。このラウンドを含めて4つあります。第7ラウンドボディーからあった、またボディからアッパーです。うまくクリンチしてですね、はい、体預けてますよね。あれじゃ穂積も打てないですね。ああいうところはやはりそのうまいですよね、パーマーのうまさ。はい、大橋さん、穂積の左の目の上はどうですか、大丈夫ですか。まあ、ちょっとかなり腫れてますよね。まあ、かなり見にくいと思いますよ。さ
ニュートラルコーナーに詰められました。詰めてきましたパーマー。まあ、あの叩きつけてくる右と、はい、まあ、あとはバッティングじゃないですかね、あの春は。かなり頭からきますからね、パーマーね。何度か今も頭をこうくっつける感じになりますが、前半はレフェリーから何度か注意が与えられたんですが、アッパーです、パーマー。またアッパー。こうなると穂積が、パンチが打てなくなります。第7ラウンドが終了しました。放送席、このラウンドはお二人とも10対10イーブンでした。左目の状態はどうでしょうか。かなり腫れてきました穂積直隆。まだ見えているんでしょうか。ほとんどね、見えてないような状態ですよね。そんな感じですね、そんな感じですね。なんかどん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 腫れ上がっていった感じです。まあ、あの 目なくなったのはおそらくパーマのですね、右ですね、はい、右服、その内ロースのパンチ。ただそのパーマのですね、右多くなわけですよね、もう少ししっかりナックルで打ってないですからね、オープンで打ってる分ですね、目の腫れもひどくなったんじゃないかなと思いますよね。あ、なるほどね、はい、いや本当相当腫れましたね、まあ、あのこう擦るとね余計腫れるみたいですもんね、うん、まあ、そうですね、あの開きながら打ってる右を打ってますよね。あ、まあ、さあ試合はあと残すラウンド3つです。相手をしっかり見て右を持っていきましたが、入ってきたところパーマーのパンチが待っています。パーマー左から右アッパーですね、はい。まあ、あのパンチは浅いですけども、いい角度で入ってますよね、まあ、穂積はここまで一度だけ判定という試合はあるんですが、それ以外は早い回のKO で勝ってきました。まあ、本来ね、穂積のボクシングですと今あのパーマが出してますね、はい、あの左がその右ですね、右使い、右ストレート、またはその右アッパー、はい、ダブル打つ、これが本来のそのボクシングですけども、逆にそれがその逆になってパーマにそのお株を奪われているような感じしますよね、先に先に自分のやることをやられてしまっているということですね、いう感じになっています。それとかなりダメージとスタミナの消耗ですね、穂積は。でもここはでも頑張っていかないと、もうそこに少ないですからね、ランドは。ちょっと穂積の方の動きがおとなしくなっています。アッパーを見せましたがダメです。軽く右を入れて右アッパー、ケビン・パーマー、まあ、パーマーの方もね、はい、もうダメージと疲れがあったんですけど、はい、まあ、これでまた波に乗ってきちゃいましたね。第5ラウンドもダウンの時はかなりダメージがあったように見えて、続く第6ラウンドもまだダメージが残って残ったんですけど、はい、まあ、それだけそのホズミは前に出ていかないですからね、その分パーマーとしては楽なわけですよね、出ていかなかったのかいけなかったのか。いや、出ていかれないですよね、いかれないですか、まあ、出ていくところですね、いわゆるその速い強烈なその左ストレート、このパンチを出るとどうしてもですね、足も止まっちゃうし、そこをまたその攻めてこられればずるずるずるやはり後退しちゃいますからね。さあ、またロープを背にしています、穂積。パーマーは自分が打った後、うまく相手にこう体を預ける感じで相手にパンチを打たせません。このあたり、まあ、あの一発パンチはね、はい、あの穂積の方が上ですから、最後までその勝負を捨てないで、やはりその倒すつもりでボクシングしてもらいたいですよね。ここで第8ラウンドが終了しました。このラウンドも放送席は10対9と青コーナーのパーマーでした。日本ミドル級のタイトル決定戦、ミドル級1位の穂積直隆、今日は出だしどうも動きが硬くて、そして左をしっかり打てないというところもあります。自分のペースになりません。第5ラウンドにはダウンを奪いましたが、その後パーマーが復活してきました。さあ、残すラウンドは2つです。しかし一発で試合を決めるパンチがあります、穂積。もうね、あと2ラウンドで穂積はどれだけやれるか、その奇跡をね、はい、今のはちょっと振り回しました、スリップですね、はい、首のあたりを持ってパーマーが穂積を倒しました。プロになって丸2年、やっとずっと待ち望んでいたタイトルマッチをすることができました穂積。
左をもらっちゃったとダメですね。もうあれでもうペース掴まれたんですね。まあ、練習中も自分が、左手首を怪我しておりまして、左が打てないんでなかなかリズムが掴めないなという話を練習中もしていたんですが、まあ、試合になったら 100% の力で打ちますよという話だったんですが、やはりまだそのあたりの後遺症が残っているんでしょうか。穂積、まあ、左はあのダウンさせたパンチだけでしたね。いいパンチはあれだけですからね、はい、離れ際左を持っていきました。パーマー穂積も手を返しますが、パーマーの方が数でも上回っています。そうですね、パーマー見てました。こう打った後うまく相手に体を預けて、預けてね、相手の反撃を許さないですよね。はい、このあたりがうまさなのか、まあ、ずるさですね、プロとしてのずるさなのか、まあ、まあ、そこそうするとその穂積のがですね、いやそのまだまだそのボクシングが正直ですよね。今日が7戦目という穂積。大熊さん、はい、その穂積の左手首ですが、その話は全く出てませんね、こちらサイドは。あ、そうですか。そして、いきなり打つな、体を振って中に入ってから打てと、そういう指示が出ています。はい、まあ、右に、ね、いきなり振ってもですね、まあ、届けないんですからね、そのためにはその左なんですけども、はい、ボディを打ちました穂積。あっと入っていくところ、左を顔面にパンチを当てました。パーマー米倉会長も心配そうに見守っています。青コーナーに決められました。穂積は頭が当たったというジェスチャーを見せましたが、第9ラウンド残り30秒を切りました。こうなるとパンチが打てません穂積。軽いパンチですが、パーマーのパンチが入っています。穂積も手を出しますが、ちょっと力がありません。ボディを狙いました。逆に顔面に倍以上のパンチが返ってきます。まあ、穂積の内側からですね、うまくその右アップ左アップなんて打ってますからね。第9ラウンドは大橋さん、そして沼津さんともに10対10イーブンでした。ボクシング、自分のたった一つのプライドなんだからという話をしておりました。穂積直孝、負けたら何もならないんだという話をしておりました。これから第10ラウンドに向かいます。いよいよ最後のラウンド、日本ミドル級のチャンピオンになるのはこの穂積か、それともケビン・パーマーか。ここまで放送席の採点では青コーナーのパーマーの方が4ポイントぐらい上回っております。パーマーの右、もう穂積はもう自分のプライドをかけてね、この回勝負かけてもらいたいですね。はい、パーマーは足を使って打って離れて打って離れという感じの展開を見せています。大久保さん、はい、青コーナーですが、パーマーにはこのラウンド KO するつもりで、もうとにかくガンガンいけという指示が出てます。あ、そうですか、はい、レフェリーが止めました。まあ、目ですね、はい、目ですね。ドクターに見せます。左の目の上と目の下あたりも腫れてますね。もう上と下がこう腫れてほとんど見えない状態になっています。穂積がドクターに何か話してますが、まあ大丈夫だって言ってんじゃないですかね。大丈夫という声がこちらも聞こえてきました。さあ試合続行、まあ、このラウンドだけですからね、はい、これまでボクシングの人生の中で一度も負けたことがない穂積直孝のプライドにかけて、なんとか第10ラウンドいいところを見せてほしい。第5ラウンドにはダウンを奪いました。もうでも穂積はちょっとあの相手が見えてないような状態じゃないですかね。そんな感じですかね。しかし打つでもそのよく見て打ってないですよね。なんかその勘だけでその打ってるような感じしますよね。そうすると必然的に当たりませんよね。なかなかね、当たらないですよね。大熊さん、ドクターによりますと、はい、その目は全く見えないということはないということなんですね。あ、そうですか。それから米倉会長は、はい、男だろ行けと言っています。はい、はい、さあパーマーのアッパーが入っています。それをなんとかこらえている穂積。
この重いクラス一発で KO で決まるという予想も立ちましたが、まさかこの第10ラウンドまで来るとは。5ラウンドにはダウンを奪った穂積ですが、この後仕留めることができませんでした。あったー、当たった、レフリーが止めました。ダウンを取りました。穂積ダウンを取られました。ダメです、レフェリーが止めてしまいました。大喜び、リングを叩いて喜んでいますケビン・パーマー。やりました、日本ミドル級の新チャンピオンになりました。金子ジムのケビン・パーマー、小泉を破って憧れの日本チャンピオンになりました。最後はダメージ、ダウンしたダメージじゃなくて、あの目のダメージをね、まあ、考慮して止めたんじゃないですかね。まあ、軽いパンチがいくつか入ってて、で穂積の動きが止まってしまったという感じになりまして、レフェリーの伊達さんは止めました。結局試合続行不可能ということで、第10ラウンドケビン・パーマーが TKO で見事日本ミドル級の新チャンピオンになりました。今チャンピオンベルトが巻かれました。まあ、パーマーも軍で働いて、ネイビーということで、あの海の実習とか演習とかあったりして、なかなか練習時間も自由にならないということなんですが、まあ、そんな中で、一生懸命練習をして、なんとかチャンピオンと名のつくものになりたいと頑張ってきました。10ラウンド2分6秒 KO ということでした。ケビン・パーマーが勝って喜びを表現しております。今日はたくさんの応援団も駆けつけました。ケビン・パーマー、インタビューの用意ができましたらお願いしたいと思います。それでは見事にミドル級の新チャンピオンになりましたケビン・パーマー選手です。コングラチュレーション。ありがとうございます。念願のベルトを巻いた今の気持ちを教えてください。念願のベルトを巻いた今の気持ちを教えてください。 I feel like it's a dream fulfilled. これですか。 A dream that I've been waiting for. とてもワンダフルで夢のようです。今日の試合、非常に激しい試合になりましたけれども、振り返ってみていかがですか。 A very good, a very hard fight, right? For the team. Very hard fight. I train very hard for this. ハードな試合だったんですけど、トレーニングを相当ハードにやったんで問題なかった。来月生まれるお子さんのいいプレゼントになりましたね。 Next month it was your children, right? For the present, good present. そうですね。それでは最後にチャンピオンとしてこれからの目標を教えてください。 I think next target is by champion. Well, as a champion, I'll keep training as hard as I've been trainingsparring more rounds than this fight. So I'll be ready for every occasion. I'll meet it head on and rise to it. あんまりちょっとよくわかんないんですけどね、私。より一層トレーニングして、いっぱいスパーもやって、もっと強くなると。どうでしょう。期待しております。He's a hot dog, right? ありがとうございました。見事新チャンピオン、ケビン・パーマー選手でした。まあ、いつも一緒にトレーニングをしている金子マネージャーに通訳を頼んだんで、興奮してるからなかなか英語が分かりにくかったのかもしれませんけれどもね、本当に、嬉しそうです。ケビン・パーマー、今日の試合振り返っていかがでした。まあ、そうですね、はい、やはりそのパーマーがですね、いやその持ってる力、はい、特にその左ですね、左ストレートを有効に使いながら、いやその右アッパー右フックですね、使い、また穂積はですね、まあ、本来のですね、まあ、穂積のボクシングじゃなかったような感じしますけどね、まあ、総合的にその技術精神面の点ではですね、パーマーの方が一枚上だった
そういう感じ出しますよね。大橋さんどうでした、はい。